するのはまたもやこのゴールドトップのレースポールなんですけど、今聞いててお気づきの方がいらっしゃったかもしれないですけど、弦の巻き方をね変えてみました。今まではね結構サボってて、この五等星のねペグに交換してから、いわゆる普通の何巻きっていうのかよくわかんないですけど、ポストね、ポストペグのポスト1個分余らせて、縦に折っちゃって、もうそのままただぐるぐるぐるって巻くような、そういう巻き方してたんですよね。どうもね、ワインド弦ね、 C56 の特に6弦のチューニングが安定しなかったんですよ。サスティーンで1回立ち上がってからピッチが落ちてっちゃうんですよね。だから、まあ、こういうの時でもなんとなく合わない、なんとなく、まあこういう、これだと、ルートと5度になる、これパワーコードっていうんですけど、これだとまだなんとなくごまかしが効くんですけど、それでもねやっぱりちょっとの狂いが気持ち悪いんですよね。で、どうしたかというと、ちょっとこっちの方が分かりやすいかな。G クラブ東京さんでね、普段メインのギターは、弦の交換をお願いしてるんですけど、こういうね、見えるかな。一回ね、ペグの上をね、一巻き。ありがとう。一巻き、ぐるっと回してから、弦を挟み込む感じで、ポストの下にね、巻いていく。これね、ギブソン巻きとも違うんですよね。何巻きっていうのか分かんないですけど。これはね、G クラブ東京さんでは。この巻き方で巻いてくれるんですよね。これがすごくピッチが安定してまして、で、まあ弦の太さ、これはレスポールジュニアの場合は1010ね、一番細い方は10なんですが、やっぱり弦の太い方がピッチ安定するんですよ。まあ物理的に太いしね。ただ細い方、このゴールドトップには09っていう細い、弦が張ってあるんですね。でやっぱり細い分やっぱ安定しないんです、どうしてもね。で、まあ、どうしたもんかなと思ってちょっと困っていたら友人の、ジェイクサイダー氏から画像が送られてきて、ギブソンの、ヒスコレシリーズ結構上位のやつね、は6弦のポストだけ1回上巻いてあるよっていうふうにメッセージが来まして、あれじゃあやってみようかなと思って、さっきねちょっとやってみたんですよ。だこれはねピッチ安定しましたね。びっくりするぐらい安定しました。普段ね特にワインドの弦はね結構弦をいじめるっていうか、こう引っ張ってこうグイ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 ってね、グイグイグイって引っ張ってやんないと安定しなかったんですけど、まあ巻いて今、5分ぐらいかな、
なんですけど、今そんなにピッチが狂わないんですよね。あのよく弾くあのボーマーリーさんノーマンノークライでこの、この G ね、この G がシャープしちゃいがちだったんですよ。で、どうしてもね、あの G って手がね、手がこっち側に引っ張っちゃうことが多いんですね。だからシャープしがちなんですよ。だからちょっとこう落としとくか、あ、ピッチを落としといてシャープしちゃうことを想定して落としちゃうか、そういう工夫してたんですけど、解放でもそんなに気持ち悪さがないし、まあ、ストラトキャスターほどね C の解放綺麗じゃないですけど、こう聞いてもこの G がね、6弦の3フレットを押さえた時の G ね、 G がね気持ち悪くない。これはいいですね。ちょっと次回はね、あのワインド弦のね456全部を1回上を通すような巻き方をしてみたいなと思ってます。で、このね五等星のペグはね、あのポストがそんなに長くないんですよ。なんで、あの下側にねそんなに余裕がないんで、あの何重にも巻けないんで、僕はだいたいね、あの画像でわかるかな、動画でだいたい2回巻くようにしてるんですね。なので通した時にこのポストからもう一個隣のポストのところで1回弦を折っちゃう、上にね。でポストを通して弦を上に押したままペグを回していく。で、この時に気をつけなきゃいけないのが、折れた上になったものは手で押さえたままね、こうぐりぐり回していくわけですよ。そうじゃないと弦がねじれちゃうんで。で、ただでさえワインドの弦っていうのは弦がね巻いてあるんで、まあどっちみちねじれちゃうわけですよ。そうなんですけど、最初の段階でね、そうしておくことで、あの割と長い間ね、いい状態が維持できると思います。で特に僕の場合弾いてる時間が長いんで、結構弦は痛むんで3日に1回下手したら2日に1回は変えてるから、それぐらい変えてるんで、めんどくさいんでね、グイッと折ってぐるぐるぐるって巻いちゃうことが多いんですけど、ちょっとこれ丁寧にね一回上巻いてみたら結構これいいんじゃないっていう感じで、なんかいいんですよね。で、ダダリオの弦もこれ当たりなのかな、それとも真面目に巻いたから良かったのか、理由は分かんないけど、なんかこの弦はいい。ダダリオの弦の方がばらつきがないと今まで思ってたんですけど、それにしても今回のこの、これはね自分で言うのおかしいけどうまく跳ねた。はい、Gクラブ東京さんで貼ってもらうよりは全然、Gクラブ東京さんで貼ってもらったら全然いいですよ。いいんだけど自分で貼った中では一番いいかね、今までで。まあいろいろやってるとね、ちょっとずつ上手くなるもんですよそんなわけでね、今回ご紹介したのは、わかるかな、これ伝わるかな、ポストのね
立ってて穴通すでしょ。で上にビヨって弦が出るじゃないですか。全部下を巻いちゃうんじゃなくて一回だけ上を通すんですよ。で弦、そこで弦を挟み込むのがギブソン巻きなんですけど、そうじゃなくて上を通した後で下に巻いていく。だから弦は挟まないんだけど一回上を通すっていうね。これなんでそれでチューニングが安定するのか正直言って理由わかんないです。理由わかんないけど実際やってみたら安定しました。これ物理の方に詳しい友達がいるんでちょっとね今日は連絡が取れないんで明日聞いてみようと思うんですけど、多分物理的になんかねきちっとして理由があるんでしょうね。ちょっとそのように聞いてみたいと思います。今日ねご紹介したのは、普通にギブソンさんが巻いている方法で巻いたら、レスポールの、チューニングが安定したという、しょうもない話でした。やっぱすごいねギブソンはね。じゃあ、次の動画でお会いしよう。お会いしましょう。はい、シーズンです。はい、おやすみなさい。まだ寝ないかみんな。